以上から話聞くことになったんだけどなんか妙なんだよねみんながその子に同情的って話別におかしなことじゃないんじゃない<っ>かわいそうな美少女相手に<っ>バカな男子が張り切ってたってだけでしょそのバカ筆頭がバカ王子おいうちの弟やぞうっくっまあバカなんだけどバカなんだけどあでも他の霊じもそうらしいんだよ 学院の生徒だけじゃなくて往生の人もなんだって礼二条と話した人はみんなそんな感じらしいよやばない関わる人がみんな好意的になるね一つ思い当たるものがあるわほうさすがネクラ呪いをタク呪い殺されたいのごめんごめんよ呪いの大先生馬鹿にしてるでしょ <laughs>、うん でティルティ先生のご意見は厳密に言えば呪いとは少し違うのだけれど